エンタマ。どうも皆さんこんにちは、大仏です。今日は何かを加えることによって、その何かが欲しかったんだに変わるってお話をさせていただきます。どういうことかっていうと、例えばね、世の中には恒久的なニーズのある商品ってありますよね。例えば今で言うなら、ダイエット系とかね、美容系ですよね。可愛くなりたいとか痩せたいとかかっこよくなりたい系、こういう、美容系ですね。これは恒久的なニーズあるし、他にも、最近で言うなら英語とかもそうだし、それ以上に、例えば金稼ぎ系、FX とか、あるいはネットビジネスとか、お金稼ぎ系の商品とかも恒久的なニーズがありますよね。他に何あるかな？あるいは恋愛系とかも多いですよね。復縁したいとか、童貞卒業とか、治療改善マニュアルとかね。そんな感じで、ここら辺の3つですね。英語は置いといて、金稼ぎ系、美容系、そして恋愛系、ここら辺が恒久的なニーズあるんですよ。で、恒久的なニーズあるところは、何を意味してるかっていうと、競合他社が多いんですよね。で、すでに市場が飽和しちゃってるって思う人が多いんですけども、そんなことは全然ないんですよね。例えば、そのすでに今、僕らこれ王道って言ってるんですけども、王道って言われている市場に向かって、何かプラスアルファをくっつけることによって全く新しいものに変わるんですよね。で、僕らはその何かっていうのは5つ考えていて、1つはフォーラム、ユーザー同士が話し合うところですね。ユーザー同士がこう話し合うことによって僕らもすごい楽なんですよ。ユーザー同士が勝手にディスカッションして、ユーザー同士が疑問を解決し合ってくれるから、もうそれはユーザー同士でも横のつながりですごいありがたいしね。何かの2つ目は電話相談。例えば、今すぐ質問があったら、今すぐ聞きたいと、しかもサポートは、講師先生そのものにやってもらいたいって人もいると、そういう人には電話サポートが嬉しいし、3つ目は、例えばテンプレートを上げるとかね、僕らこの動画は、綺麗か綺麗じゃないか、どう思っておられるか自由なんですけども、こういう動画っていうのは、僕らもテンプレ化してあるんで、すぐに動画撮って、あと当てはめるだけですぐ出来上がっちゃうんですよね。もちろんこの動画のテンプレを作るまでですごい時間かかったんですけど、このすごい時間を短縮してあげますよっていうのはテンプレあげますよって形ですよね。他には何あるだろう。見本を見せてあげるっていうのはありますよね。これ4つ目。見本を見せてあげる。見本を見せてあげるっていうのはどういうことかっていうと、例えば、本当におっぱい大きくなるのって思っている人がいるとしますよね。そういう商品を売りたい人は、被験者を用意して、で、被験者に対してもう本当にそのバストアップの効果をバストアップの方法をやっていくわけですよ。で、3ヶ月間ね、こう、追跡調査して、本当に大きくなりましたみたいな。これをリアルタイムでできると、本当にこれはもう、なんて言うんだろう、革命的な商品になる。そして5つ目。5つ目は、これすごいやりやすいやつなんですけども、Q&A ですね。5つ目の何かっていうのは Q&A です。クエスチョンですね。まず最初に、商品を購入してくれた人からたくさんの質問を集めると。で、それに対し、一つ一つ音声でこう回答していく。で、もちろんそれは個人にこう上げるんじゃなくて、質問をバッと集めると。それに対して一個一個音声回答していくと。で、それをみんなに上げるわけだから、個人個人はみんなの質問を知ることができるんですよね。っていうこと。王道商品にプラスアルファで何かを加えることによって、全く新しい商品になるよってお話をしました。どうもありがとうございました。アルファ、ベータ、ガンマ、あれ？アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、イプシロン、ユエタ、カエルです。僕の友達にモテるやつがいるんですよ。青いカエルなんですけどね。で、そいつのことが好きなピンクのカエルとレッドのカエル 赤いカエル、二人いるんですよ、女性が。で、僕二人の、間に立ってる、その三人の間に立って、こう相談を受けてたんですよ。で、青いカエル君と付き合いたいと。私と付き合ったら、ピンクが言うんです。私と付き合ったら、優しくしてあげるよ、なんつって。ピンクプラスアルファですね。で、その話を聞いてた赤色のカエルは、私と付き合ったら優しくしてあげるし、料理も作ってあげるよ、みたいな。レッド、プラスアルファ、プラスベータぐらいですね。次またピンクに戻ってきて、ピンクが料理もできるし、優しくもしてあげれるし、なんなら一緒にお風呂に入ってあげる。全然よくわかんなかったんですけど、ピンクプラスアルファ、プラスベータ、プラスシータ、シータってなんだろう。
シータって何だろう。